じゃ、夜の部スタート。じゃあ今回はガールを使ってみよう。やや白目、目の色は青だ。オッケー。ポーズ、スキップ、チュートリアルはいらない。で、カメラオプション、ジャイロなどいらんのだよ。のまり場、1個遅くしよう。ちょっとカメラ早かったんだよな。わがまシュート、ジャキーン、ためジャンプ、ためジャンプ。お、割と早かった。さーて、今回はいろいろ見てみようかな。どうやったらポイントがたまりやすいかとかね、敵倒したら美味しいのかとか、そういうところも確認しながら行きたい。ヌーバリバル、新しいマップもやりたいな。女の子ばっかりじゃねえか。回復しつつ、まずあれだよ、壁は得点ならないっぽいんだよな。その辺込みで調べながら行こう。行くよ。ほら、壁どんだけ塗っても得点ならないっぽいね。やっぱり壁はあんまり狙うなってことか。その辺をね、バリアで突っ込むか。バリアだから、さあこっちを染めに行こう。壁までしっかり塗るっていう必要はないことが分かった。得点欲しけりゃ壁塗るな。 OK。 この壁塗らないと上に行けないんだよな。ワガバシューターは全然奥に行けねえな。一気に飛ぶ。無敵無敵。はははは。ああ、ダメだった。しかしボコボコにしてやったぜ。一気に奥まで攻めて、抹殺。いてー、フラッシュバムでやられた。死んで終わってしまった。まあ余裕だな。イエーイ、 60.9% じゃ。いやっほー。まあまあやるね、50って。お、アゴフグソウか。今回は緑だ。今回はシューターがいるぞ。はい、塗り残しをちゃんと埋めながら行こう。おお、やるね。こいつはさっき超強かった人じゃねえか。バリア欲しいな。とりあえず塗りながら進め。来た。バリアって素晴らしい。あ、抹殺。バリアをお裾分けしてもらった。一旦逃げよう。ガン逃げも悪くない。バリアだ。ちょっとさすがにあのバリアには勝てん。とりあえず移動は常に潜っとけって感じだな。バリア来た。これで一気に敵倒しに行こう。若葉シューター使いやすいな。ナイス。一気に敵の陣地まで乗り込め。敵の陣地を一気に自分色に染めてやる。これは美味しい。俺超活躍したぜ。やったぜ。だが1位じゃないんだ。1位の人すげえな。ゼロって武器変えよう。ローラー。若葉のバリアの方が使いやすいんだよな。てんててん。ミニゲームもハイスコアを狙いながら突き進んでいくぜ。よっ。潮の目ゆり。さあ塗るぜ紫。ゴー。わーいわーい、一気に行くよー。ちょっと回復してたらいいかな。綺麗に塗ろう。気持ちよく得点をもらうぜ。相打ちカズマくんがいるからね、あとは任せたよね。この辺塗っとこう。ここ空いてこないからな、早めに塗って得点稼ぎに使っとく方が。敵に来られないところはね、安全に稼げるいい方法なんだよ。この辺不便なんだよな、こいつ。塗りながら私は戦います。頑張れ。やられながらやってやった。任せ。あれ？あ、仲間じゃねえか。敵と間違えた、普通に。こっち塗ろうぜ。回復しながらどん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 いくよ。どんどんいくぜ。インク不足。抹殺。ああ、抹殺。一気に2人倒した。あと3秒、2秒。ちょっとでも多く、ちょっとでも多く塗れ。いったろ。これ俺の活躍じゃね？よし。やった。プラス300。あ、初めてかもしれない。総合1位取ったの。いいね、いいね。ローラ楽しいな。バトル開始じゃ。また油田か。あ、こっち初めてだ。まあ左右対称だからあんま変わらないんだけど、まあ序盤はね、美味しくいただきましょう。で、回復してからちゃんと行こう。上からね、見下ろした方がね、すげえ見やすいんだけどね。それするとこの敵が分かんないんだよね、それしちゃうと。バレないのかな。バレない。抹殺。誰かバリア、わあ、上から狙われてた。相手の陣地まで一気にスーパージャンプ、イカジャンプ。くそ、向こうから狙えよ。ジ溜まったから一発ぶち込んどけい。はい、綺麗に塗りましょう。ムラなく全マップに塗り込むぐらいの勢いで塗りましょう。意外に足元がお留守。足元がお留守ですよ。あと1分。抹殺。インク回復しながら一気に塗る。どこだ？どこにいる？その辺か？いないならいないでいいです。俺がここ全部もらうから。めちゃくちゃ美味しい。めっちゃポイント美味しいんだけど。驚きの美味しさ。インク不足。稼いだな最後。やりました。1093。いいねいいね。稼がしていただきました。よし、全員揃った。バトル開始。お、こっちだ、こっちをローラーでやりたかったんだ。青いかちゃん、大々かちゃん。よっと、まず周り塗ってから突っ込む。一旦ここで回復。こうか。したら上塗れるかな。そうなんだな。これは打ちながら回復ができないからな。前に打って回復しながら前に詰めるっていうのが辛すぎるんだな。なかなか敵と出会いません。戻りつつよっ、なんか全然敵と出会わんな。あれ全然敵と出会わんぞ。いや、いいんだけど。バカね。さっきのラグか。潜りつつのちょっと回復入れつつ戻る。ボム系が自分に当たんないのは助かるわ。スキアリ。よっしゃ、また全部揃った。フルチャージ。そこだ。あと50秒。よし、抹殺。どんどん塗るよ、どんどん塗るよ。狙われてるから逃げる。2発撃てないんだよなこれ。結構厳しいっていう。引きあり。ああ、相打ちになってしまった。結構やばいぞ。残り10秒しかないことを考えると一気に前線までで、ちょっとでも濡れ。321、厳しいか。同等クラスだ。ちょっとこっちの方が有利かな。いいね、いいね。ああ、トップ取れなかった。ちょっと武器変更。やっぱ若葉シューターのバリアかローラーだな。割とあれだね、サブマシンガン系とローラーだと勝てるようになってきたから、ちょっと行くか。ライフルも行ってみるかな。時間制限あるからな。勝てるので気持ちよく勝ちたいっていうのもあるけど、せっかくだからライフルも使いこなせるようにはなりたい。ちゃんと塗っていこうぜ。若葉は距離が短いけどバリアがすごい使いやすいんだよな。ローラーが一人もいない。よし、ローラーが近づいてきたら潜りながら逃げることを忘れずにと。みんな基本だぞそれは。バカ、俺は無敵だぜ。あれ、みんなやられてる。裏に行こう。なんか色変わんねえんだけど、同期する？こんなんされたら俺勝ち目 100% ないよ。同期ずれ怖いな。売ってるのに色変わらないって。そんなことされたら絶対勝てないからね。裏から攻めてこう。ローラーを使いたい。爆弾だ。てかバリアあった、もったいない。さっきのはバリアを使うべきだったな。これはクラワイ。バカが取られたけどまあいい。チームの勝利。大事なのはチームの勝利だ。よし、ローラーに追われたら即潜れ。とりあえず潜っとけ。そのためにも足元は常に色を変えるんだ。にゃ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 ん。イエーイ。1163、いい成績。武器変更、ライフルいってみるか。ライフルライフル、今から負けが続きそうだな。ライフル使える気しない。ああ落ちた。さあ気にせず次のバトルを探そう。お、いったいった。ん、まだかいまだかい。揃った揃った。お、こっちかこっちか。高い位置うまく取って狙撃したら気持ちいいだろうな。使える気がしない。ドン。高い位置をキープすべきだからな。うわー、とりあえず高い位置をキープしに行こう。これ届く？届かねえ。全然当てれる気がしねえ。しかも後ろから来られてるし。これだったらサブマシンガン系の方がよっぽど使いやすい。おい、この辺ちゃんと埋めとけよ。現状のクソエイムだと全くもってこれだと倒せる気がしない。塗り残しありすぎだよ。ちゃんな、お前たち仕事を何だと思っているんだい。ちゃんと塗らなきゃダメじゃない。よっと狙撃ポイント。インク不足。ダメだ、こんなところからじゃどうしようもねえ。あの上登ってみる。あと1分。全然ダメ。よし、やっと倒せた。上から狙撃するために上に来たけど誰もいない。ちょっとうちのチームの人たちもどう戦ってるの。勝てる気がしない。ライフルダメだな。俺には使いこなせん。ちょっとでも厳しいかな。あー、でも勝ってた。もうちょっとライフル頑張ってみるか。勝てないけどひどい、ひどすぎる。全然ダメ。ライフルで敵倒せなかったら価値がないな。